はい、パーティーゲームがお送りするアクトレイザールネサンスの続きでございます。さあ、このマガマガシースが見えますか。はい、フィルマの危機の発展がね、続き、その一方でこのミノタウルスの呪いというものがですね、このフィルマの地を縛り付けるようになってきたということで、いよいよですね、ミノタウルスに挑むため、アクションパートね、おそらくフィルモアでは最後の戦いになります。挑んでいきたいと思います。さて、どうなるのかな。まあまあ難しかったような気がする。あ、このパートになるね。あ、ここで選んでってことか。あ、だからあれですね、一番最初のアクションパートもまた挑戦できるんですね。原作ではもう一回クリアしたら二度といけなかったんですけどね。はい、じゃあ行ってみましょう。残機はまあでも5つありますからね、多分大丈夫だと思うんだけどな。多分ハチリム様、大事なことをお伝えに参りました。人間たちの信仰が高まったことで新たな能力が解放されたようです。それは魔力結晶によるパーティーゲーム様の力の解放。この能力によりパーティーゲーム様はより強大な力を手にすることができるでしょう。どういうことですか。敵を倒した時にパワーアップの源である魔力結晶がドロップするようになりました。魔力結晶を獲得すると左上の魔力結晶ゲージが増加します。一定差を進めることで能力は5段階パワーアップします。パワーアップ効果、1段階目は攻撃力アップ、2段階目は攻撃力アップ、3回目も攻撃力アップ、5段階目で両方パワーアッププラス死亡時に1回だけ復活もありますね。へえ、すげえ。なんて、じゃあしっかり貯めた方がですね。あの青いところがありますね。あれが多分魔力結晶のゲージなんだと思います。はい、ということはもうあれだね、魔物はできるだけしっかり確実にね倒していった方がよろしいかと思います。あ、というかこういうオブジェクトを壊しても出てくるみたいですね。はいはい、X で魔法発動、 X 名残して魔法選択、魔法は HP ゲージを消費、MP ゲージを表示します。MP ゲージの最大値を各地に隠されたスクロールを獲得することで増加します。はい、最初のステージもですね、全部で3つのスクロールがどうやら隠されてたっぽいんですね。まだ2つしかゲットできてないんですけども。これ結晶ゲージまあまあたまりにくそうだね。あだあだ、もうよっしゃ。行きましょうね。お、あ、出ましたね、ちゃんと。あ、わかりやすい。あ、こういう曲上がってますね。可能ならボス戦までにも5段階まで上げてしまいたいっていうのはありますが、どうなんでしょうね。あ、ちゃんと確実に倒していかないとゲージがたまらないように、もしかしたらなってるかもしれませんのでね。あ、まあ、2000のジャブしちゃった。はい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 、やっぱ下に落ちちゃった気がするけど大丈夫かな。あ、しまった。いいよ、でかい結晶がある。いいよ、あ、待って、俺先に進んじゃうな。ちょっとしっかり探索していいですかね。
ほらスクロールがあった。どっから攻撃が飛んできてんだろう。あだあら、あの芋虫はお父さんのんか。あ、いろんなルートがあるんだね。あ、いろんなルートがあったような気がする。うん、うろ覚えだけど。お、2つ目いいですね。ちょっと HP はまあまあ減っているので気をつけましょうね。道中でね、こうやって回復アイテムが出るのでね、それをしっかりと獲得しながら。あ、なるほど、そういう感じに出るんだ。逆に難しいね。お、まずいね、ちょっと体力がやばいって言ってんのに何してんの。あー、やっちゃった。ね、チェックポイントあったっけ。うわー、最初からだ。おやー、やべー。マジっすかー。おーほら、甘くないよー。もう本当に気をつけていこう。マジで上行った方がいいとかあるんじゃないか。ちょっと上行ってみましょうか。というのがね、まあ、やっぱり行きづらいと思うので、ちょっとだけもしかしたらこっちの方がいいことがあるかもしれない。ああ、ちょっと違いますね、ルートが。これは取れんですかね。あー、もう厳しいことには変わりないんだな。あ、でも回復。あー、止まったけど MP だった。今 MP 回復じゃない、 HP 回復が欲しいよ。あー、やばいよ。あ、もう先進んじゃった。もういいや。ちょっと待って。あ、戻れない。はあ、マジか。チェックポイントを踏んだ記憶はないので、多分これは最初からだよね。やば。あれ、これやばいんじゃない。なんなら原作より難しくなったんじゃない。まあ、その結構ね、当たるんですよね、攻撃的にはね。いや、ほんまに気をつけにはいけんな。そうそう、結構特殊なアクションでね、無敵時間がしっかりあるわけですから、その無敵時間を本当に有効活用したいですよね、できる限りね。うん、これ MP だったよね。ほら、頑張れ、ここまでノーダメージでいけるわけですよ。よっしゃ、これ MP だったね。
あー、うん、ちょっとダメージやっぱ軽減できますね、それだけでも。よしよしよし、医療体力十分、油断しない油断しないって言ったそばからもバシュってやられてないよこれはね、そう、下に降りるっていう動作はないんですよね。お、なんだ、魔法使ったらあっという間かなんだ、状況に応じた行動、音大事です。あ、ここでようやくチェックポイントあでも、もしかしたらもうボス戦かもしれませんね。あ、まだか。いやらきいよね、ほんとに。OK。落ち着いて、そうそうそう。一手ずつ、一手ずつ進みましょう。待ってよ。何があるかわからないこそ、一手ずつ。体力は満タンだから、石像を闇雲に壊す必要はありません。でもこれは、可能な限り取っておこう。できるだけね、第5段階まで、達成できた方がいいんですね。やっぱり。あ、あ、トクトクがいた。あ、でもスクロール発見。いいですよ。体力減ったから、ここだけ。飛ばしたけど、MP だったっぽいな。よいしょ。大丈夫よ。お、落ちてくるトゲもあるみたいですね。注意しましょう。なんか今吐き出してたね。あー、これはあれか、ギミックだから攻撃できないってものか。おい、スクロール、あ、違うな、 HP が回復した。たまたま下から出てきた時に当たらずに済みましたね。あ、でもこんなギミックもあったような記憶がある。危ない。おっ、来た。体力マックスになりました。これで1回死んでも復活します。体力満タンで復活するのかな。逆に言うとこれをね、つけて挑まなきゃいけないぐらいなんだから、ボス戦は相当やばいと思った方がいいかもしれません。うん、さあ、行くぞ、ドーン。よっちゃうす、今こそ決着の時。魔法の効き目があるね、結構。おっと、これでどうだ、終わりだ。よっしゃー、楽勝。おお、全然いけた。おお、はい、クリアしました。結構与えるダメージが思ったよりでかかったんで、結構短期決戦になってきたね。あの、最初のアクト1の方がよっぽど長期戦だったからね、あの時は。大変だったというか、さすが潜在能力が解放、ね、解放されただけのことありますね。ミノタウロスの呪いを書き消えた。神の勝利を称えましょう。やってくれたな、神様。俺の生きたあの時から随分と時が流れてしまったが、やっとこの地に平和が訪れたのだ。俺はこの地に留まり、昼間の民と共に尊い人の営みを守り抜こう。だが同時に俺は神を助けるべき英雄なのだろう。さらなとおりです。
神がお前を必要とするときは必ず来る。お前の持つ英雄の証、王の宝玉を捧げなさい。その輝きがお前と神とを結ぶでしょう。ああ、よかった。もう一度だと。おお、お従いし神、パーティーゲーム。英語だけ、決まらんな、なんか。俺の持つ宝玉を捧げよう。聖玉の英雄、フェルトスの、部でいいのかな。いつでも、神と共にある。知らん。はい、お上がってレベルが3になりました。おう神よ、昼間の地を脅かす脅威は消え去りました。どうかの他の地にも昼間のような安らぎをお与えください。過去の人間たちにはもう神の手助けは必要ないみたいですね。さあパーティーゲーム様、あなたの場所へ向かいましょう。マキさんからままね、見守っていくこともできますけどね。はい、もうまだ結構ね、このなんていうのかな、古い文化レベルで、ね、古い建物とかもあったりするのでね、これを一つ残らず細かく破壊してもう極限まで人口を増加させるっていうこともできますんでね。はい、ではワールドマップ、はあ、やっとこれで一個終わりなんだね、長え。いや、それはシミュレーションなんだから長くて当然なんですけどね。本当にいろんな要素がですね、増えてます。この昼間のね、地でプレイしたりもわかるんですけども、もう圧倒的にあの、スーパーファミコンの頃よりもですね、要素が増えてます。ましてやね、タワーディフェンス系の襲撃モードもあったりして、あそこら辺なんかはちょっとね、思ったより苦労してる感じはしますけどね、自分の中で。さあ、お隣でいいのかな？ブラッドプール。はい、もちろんここもまずはアクト1、はい、これをクリアしないとそもそも人間が住めません。よいしょ、さっきより難しいのかな。もしかしたら。でもね、魔力しっかり高めて、うわー、背景すげー。はい、ブラッドプール、アクト1。この曲も覚えてる覚えてる。結構小気味よい感じの曲でね。あれ、もうあっちのゲージが溜まったの。早いな。あー、落ちるねー。顔戻ってくる、気をつけましょうね。上にもなんかいますね。あ、食べないよ。これまたいろんなアクションを駆使してですね、探っていきましょう。いやー、テンション上がるね。いや、まあ本当になんせね、21年の時を超えての復活ということで、まあ、ニンテンドーダイレクトでね、初めて紹介されて、で、いきなり配信開始しましたけども、本当にこの作品がリメイクされるなんて夢にも思わなかったんでね、よう、まあ、今の時代に復活させてくれたいと思います。私はすごい嬉しいですけどね、今の子供たちは多分わかんないです。21年前の作品ですから、何せ。こういうのが復活すると本当になんかね、いろいろとこう復活が望まれている他のいろんなタイトルもありますけども、いつかはあのタイトルもこのタイトルもなんでね、望んじゃいますよね。そりゃ、そりゃそうですよ、望んじゃいますよね。おっと、これ一応降りることはできるけども、あー、そうですね、足をつけてる間はダメージ受けてますね。気をつけましょう。すごいね。ん？これは？上？下？下だろうね、でも。はい。
テン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 。うん、ゲージはもう順調に増えてるので、多分もう最大ゲージまで溜まるのは時間の問題ですね。あとは無駄なダメージをね極力減らして確実に前進あるのみというところでございますけども、アウェイそういう騎士は勘弁してくれるかな。しゃがんでいればかわせます。多いですね。スクロールも手に入ってますよ。はい、ゲージが最大まで溜まりまして、一回やられても大丈夫、一回やられても大丈夫だけど、当然ボス戦までこれを温存しておきたいんでね。はい、でもつい取っちゃうなもう取らなくていいのにさて、お着ポイントですね。あ、ボス戦です。なんだったっけここボス戦。あー、決まりやから、マンティコでした。キメール、頭がもう何個かあるもんね。あう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 、どうなってるどうなってる。はいはい、気をつけ。避けよう。あー、避けを当てて動くんだけど、なかなか難しいね。いや、これはもう、突っ切よう。うん、落ちた。頭悪い戦い方だな。完全に潜在能力のに身を任せて、みたいなね。ゴリ押しちゃったよ。なんせ、一回やられてもまだ大丈夫だっつうんだから、あれですよね。だいぶ余裕がありますよね。はい、ということで、とりあえずアクションパートはね、スルッといきました。さあ、フィルマの時とはまた違うね、脅威がいろいろ待ち受けているであろう、またシミュレーションモードでですね、街を発展させていきましょう。あれ、曲変わるんだったっけ。ハジム様、このブラッドブールもようやく人間の住める土地になりましたね。でも油断は禁物ですよ。人間というのはとにかく弱いものなんですから。僕とパーキーゲン様で自分はイコール君やろうよね。はい、一緒ですね。セリフ。もう左側に見える赤い池がもうまずやばい。あー、すげえ、立ち入れも全然違う。オオカビよ、ここブラッドプールには沼地が多く、非常に家を建てづらいのです。あたりの沼地を太陽の光でしか干上がらせてくれませんくださいませんか。ブラッドプールの人間たちが言うように、この地は沼地だらけでジメジメしてますね。このままでは開拓は進まないでしょうし、パーティーゲームさんの奇跡の力で人間たちを助けてあげましょうか。はい、このここら辺ですね。これが沼地になりますので、太陽の光でパーンと照らしてですね、はい、鮮やかに。おう、神よ、我らの小さな悩みを打ち明けます。我ら二人の間にはディディという息子がおりますが、もう一気に働ける年齢になるというのに、あの子は小さな子供のように、の山を走り回るばかりなのです。このようなことは神にお聞かせしても仕方ないことですね。ああ、神よ、あの子の前途にどうか祝福を。ああ、なんか、自由に行動する何かがいたみたいな記憶にあるね。太陽はポカポカ、あなたに誰もいない。みんな毒の沼の近くには怖がって近寄らない。ここは僕だけの秘密の場所だもんね。
かしいな。今誰かがいたような。あ、女の子。私、魔物から逃げてきたんです。お願い、助けて。わかった。僕らの町はこっちで。立てる？ほら、この手に捕まって。こんな展開なかったね。記憶いない。これも新しい展開なんだろうな。あ、そうそう、これも一応クエストだったんだ。もうクエストという認識すらなかったけど。さて、とりあえず、まずは、あ、いいかな。今の魔物、全然あさっての方向に行ってましたね。なんだろう。毎度のごとく。雷で、ドカーンの、こうですね。まあね、基本的な要領はね、変わりません。うん。魔物をちゃんと撃退しながら、導いていく。これにつきますんでね。で、発生したクエストに応じて行動していく。という流れはね、変わりありませんが、まあ、当然どんどん難しくなります。いろんな奇跡をね、駆使していかなきゃいけなくなります。おう、神よ。我らの息子ティディが、身寄りのない一人の少女を連れて帰りました。彼女の名前はダニエラ。ひどく怯えた様子で物静かな娘です。我々は彼女が町に滞在することを許しました。少しは気持ちが休まると良いのですが。それから我々はこれより、魔物の巣の調査に向かいます。神よ。魔物の脅威と立ち向かう我らにどうか祝福を。はい。じゃあ早速いきます。当然このね、エリアも難易度上がってきてると思うので、とにかく油断しない。この出っ張ってるイボみたいな感じのやつを全部破壊したら、ね、発言機でしたっけ？まあ出てくるという感じなんですよね。さすがにゲージはそんなにたくさんはたまらないと思うんでね。あ、しかもよく見たら制限時間が真ん中上に出てるね。これはだから普通のアクションパートと違うところでしょうかね。おい、来たー。けども、ちょっと魔物もたくさん現れたので、ある程度消化してからにしましょうかね。あー。アウト。お湯来たい。うぜえ、この野郎。最後はファイヤー。魔法の力で撃退しました。でかでかでん、ね。近づけないんだったら遠くから攻撃すればいいわけですからね。うん、もちろん魔法はどんどん他にもいろいろ覚えていきます。うん、昔、ファイヤーの魔法が役に立った記憶があんまりないから、むしろ役に立ってるな。はい。ああ、砦ね。カビよ、魔物の巣が封じられました。神のもたらしたもう奇跡に感謝いたします。あ、ダニエラか。気分はどうだい？お願いです。私をここから追い出さないでください。町のためにできることからなら協力します。だから、大丈夫だ。追い出したりなどしないよ。あなたには心の安らぎが必要だ。さあ、この神殿で、我らの神に祈りを捧げていくといい。あの娘がダニエラですか。確かに随分怯えた様子ですね。私の名前を呼ぶのは誰？おや？聞かせたつもりはないのに、あの娘、僕の声が聞こえたみたいですね。仕方ないですね。ちょっと一回話しかけてあげますか。ダニエラ、恐れることはありません。僕は神の御使い、お前の味方ですよ。天使様？そうです。特別に姿を現してやったのですから、ありがたがるように。はい。ありがとうございます。ふふん、いいでしょう。ところで、この近くには他に人の住むような場所はないはずですが、お前は一体どこから来たのですか？私、失礼します。ああ、僕が質問してるのに。まったく、もう少し落ち着いてからではなくては、僕に話もできそうになりませんね。それにしても一体何をそんなに怖がっているんでしょうね。いやー、絶対英雄だろうな。っていう話の流れだと思うけどね。ああ、もう橋の技術書ができました。早い。はい、そう、各地でちゃんと技術をね、
ちゃんと新たに取得していかなきゃ。フィルモアでね、橋を架ける技術ができたからといって、こっちでもね、もうすでにそれが継承されているというわけじゃない。こっちはこっちで、ちゃんとクエストを進めて、橋を建てる技術が生まれました。何々を作る技術が生まれましたってやっていかなきゃいけないんでね。はい。突然ですが、ブラッドボールの人間たちは何か伝えたいことがあるようです。おう、神よ。魔物はいつでも我々人間につけ入る隙を狙っているのです。近頃、町の周りの薄い運河の方から、狙ったより魔物が襲い来ることが多いように気がつきました。我々はここにモントリデを建設し、町の弱点を克服すべきと感じております。人間たちも人間たちなりにいろいろ考えているんですね。小賢しい魔物を撃退するため、そのモントリデとやらを人間たちに作らせてみましょうか。作らせましょうかはいいけど、資材がない。残念ながら。ああ、なんかしようとしてるね、やっぱりあいつ。ちょっと気をつけていきましょうね。どこに。よし。パート、ああ、時間的にいいんじゃないですかね。これぐらいで今日は。よっしゃ。はい。ということで、まあ、ヒルオモアでの物語は完結して、続いてブラッドプールの大地でですね、発展を目指していくことになります。うん、同じようでいて、やっぱりね、会話、物語、雰囲気とか、当然ね、違うものがありますし、文化とかも微妙にね、異なったりもしますので、その変化も、楽しんでいただければ嬉しいなと思ってます。はい。今回でパート4だったっけ？ブラッドプールクリアする頃に8か9になってるとして、まあまあ、かかりそうだね、やっぱり。だからちょっと私の今のイメージでは、三つ目のエリア、三つ目の大地を攻略するところまでにしようかなと思ってます。動画でお送りするのはね。ちょっとそれぐらいにしとこうかと思ってますので。はい。それでだいたいパート14ぐらいになるんじゃないかな。14か15個ぐらいになるんじゃないかと思っておりますが。はい。ちょっとそれぐらいまでプレイできたらいいかなと考えておりますので。はい。残念ながらね、ラスボス倒すとこまでは多分お見せしません。多分ね。もしかしたら、ラスボス前まで来たから生配信でとかやるかもしんないけど、期待しないでください。とりあえず、目標、動画でお送りするのは、三つ目の大地を、平和にしたところまでで考えておりますので、はい、そこまでお楽しみいただければ嬉しいなと、頑張っております。はい、じゃあ、引き続きね、人間たちの世界を救っていきましょう。はい、このパートは終了します。アクトレイザー、ルネサンスのプレイ動画。次のパートに進みます。